新宿ウィーバスの専用車両新宿ウィーバスの停留所ポール新宿ウィーバスは東京都新宿区が運行するコミュニティバスである新宿区では地域活性化バスと呼称している2009年9月27日運行開始開業当初より京王バス中野営業所に運行を委託している新宿駅の西側と東側を結び 駅周辺の交通の利便性を向上させ、またパークバスライドを促進する目的で運行されている。w ィーバスの名称は、新宿の西と東を結ぶ私たちのバスに由来し、ロゴマークは、青い W と赤い E の文字を、循環バスの輪が結ぶデザインとなっている。新宿駅西口を交点として、徒歩では時間のかかる駅の西側と東側を結び、 新宿駅周辺のオフィスビル、ホテル、公園などを循環する系統である。開業と同時にウィーバス専用デザインのノンステップバスが4台用意され、車内から超高層ビル街の景観を楽しめるよう、後部に天窓のついた改造車となっている。仮装は、慶応グループの東京特殊車体が手掛けた。2009年9月27日正午より運行開始。 それに先立ち同日午前中には、新宿三丁目の道路を活用したオープンカフェ、新宿モア四番街で出発式を開催。新宿区長の中山博子ら関係者によるテープカットの後、専用車両の見学、撮影会と思想が行われた。外国人観光客も多い新宿という土地柄、運行開始当初から、車内放送では、 英語自動放送アナウンスが行われている。また社内で配布される路線ズリーフレットも日本語と英語に対応した日英版として発行されてきたが中国語と朝鮮語に対応した中間版も追加された。運賃は100円均一で未就学時は無料。2009年の開業時から運賃は改定されていない。京王バス。 中野営業所管内の一般路線バスと同様、前乗り先払い方式である。運賃支払いにはパスもスイカなど交通系 IC カードが使用できる。運行開始時よりパスもスイカに対応しており、2013年3月23日から開始された交通系 IC カード全国相互利用サービスにより、対応する全国の交通系 IC カードが利用可能となった。 東京都シルバーパスは利用できず、各種障害者手帳による割引も適用されない。また、京王バスの IC 特内1日乗車券、IC 全線1日フリー乗車券は利用できない。新宿ウィーバス専用の定期券は用意されておらず、京王バスの金額式、IC 定期券、モットクパスは適用範囲外で SF 残高が引き落とされる。 新宿ウィーバス専用一日乗車券が300円で車内で発売されている。また、パークライドの取り組みとして東京都環境局と連携し400円で8名まで一日乗り放題となるパークバスライド一日乗車券を用意している。都庁第一本庁舎駐車場に自家用車を駐車して新宿ウィーバスを利用すると1時間分の 駐車料金が無料になり、さらに、新宿駅周辺の百貨店や駅ビルなど、定型店舗での一定金額以上の買い物で、駐車料金が無料になる。2020年時点での定型店舗は、京王百貨店、小田急百貨店、伊勢丹、高島屋、新宿丸井、ルミネ新宿、ルミネエスト。専用追立乗車券、パークバスライド追立上車券ともに、 新宿ウィーバスの開業時から設定されており、料金とサービス内容は変更されていない。2011年に開設された新宿御苑ルート2016年1月に開設された歌舞伎町ルート、新宿御苑ルートは2016年4月からバスた、新宿へ乗り入れ開始現行ルートは2009年9月に新宿ウィーバスとして運行開始したルートと、 2003年4月1日に運行開始した新都心循環線を2011年12月1日に新宿ウィーバスへ統合したルートに対別される。新宿駅の西側のみを循環する長屋ルートは新都心循環線が前身であり、さらにその前身は A 副町営業所が担当していた新宿循環線に遡る。これらは コミュニティバスではなく京王の一般路線バスであった。日中のルートは2009年9月27日に新宿区のコミュニティバスである新宿ウィーバスとして運行開始した。甲州街道、新宿通り、都庁通り経由で新宿駅の東西両側を循環する。日曜、祝日は東口の新宿通り周辺が歩行者天国となり、 新宿三丁目新宿駅西口間を御苑大通り靖国通り経由で迂回運行するため靖国通り上に新宿五丁目停留所が設置されている2011年12月1日からは新都心循環線もウィーバスに編入され長やルートはほぼ旧新都心循環線の経路で運行し日中のルートは従来のウィーバスの経路で運行することとなったその際に 新宿駅西口の停留所が当初の小田急百貨店前に加えて京王百貨店前にも追加された。2016年1月25日からのルート変更で新宿駅西側は朝夜ルートに統一された。従来の経路のうち新宿ワシントンホテル都庁本庁舎ハイアットリージェンシー工学院大学新宿駅西口は出入庫ルートとして存続されたものの 本数は大幅に縮小された。また、新宿駅東側は、従来の、新宿御苑、西新宿ルートに加えて、歌舞伎町ルートが新設された。また、同年4月4日のバスタ新宿開業を受け、同日より、新宿御苑、西新宿ルートが、バスタ新宿への乗り入れを開始。新宿駅南口停留所が、 バスタ新宿3階に移設され、新宿駅南口交通ターミナルに改称された。2018年12月10日からのルート変更で、新宿御苑・西新宿循環ルートは、新宿御苑ルートに短縮され、西新宿方面には行かなくなった。そのため、新宿御苑ルートと、歌舞伎町、西新宿循環ルートの無料乗り換え券を、 新宿駅西口停留所で発行することとした。また、新宿御苑ルートは、日中は、歌舞伎町、西新宿循環ルートと同様に、新宿東方ビルのホテルグレース E、新宿経由に変更。新宿通り経由は平日及び土曜夜のみに、縮小された。2018年12月10日改定の現行路線。3つの主要ルートと、 出入庫のためのルートで構成される。新宿駅西口のバス乗り場は、奇襲店となる小田急百貨店前と、京王百貨店前の2カ所ある。新宿駅東口の停留所は、ハトバスと共用。2009年9月27日、新宿ウィーバスとして開業した、際のルート。開業当初は新都心循環線と並行して運行されていた。 開業時のルートは、新宿駅西口を奇襲点として、駅の東西に10カ所の停留所を設置。新宿駅西口から東口へ、歌舞伎町、新宿三丁目方面を回り、南口を経由して、都庁本庁舎など西新宿の超高層ビル街を、回って西口へ戻る。一周約5キロメートルで所要時間は、約35分の循環経路となっていた。 終点となる新宿駅西口の停留所はを打球百貨店前。当初の経路は、安国通り明治通り甲州街道、都庁通り東通り経由で、新宿駅西側では、都庁本庁舎、ハイアットリージェンシー東京、工学院大学新宿キャンパスを経由していた。また、新宿駅東側には、歌舞伎町と、 明治通りの伊勢丹向かいにあるレインボービレッジ前に停留所があり、新宿御苑へは乗り入れていなかった。運賃は新都心循環線と同様に100円均一に設定された。新宿ウィーバス専用一日乗車券は開業当初から300円で用意されていた。三人目から運賃半額となるグループ割引も設定した。新都心循環線とは異なり、 開業時からパスのスイカが利用可能となっていた。バス共通カード東京都シルバーパスは利用不可。平日は15分間隔と休日は10分間隔で10時から20時まで運行。1月1日は運休となっていた。2011年2月1日にルート変更が行われた。開業当初のルートは靖国通り明治通り経由であったが、 新宿駅西口から都庁方面へ行く場合に大回りとなることや、新宿駅東側での利用が伸びなかったため、新宿通り経由に変更して、新宿御苑、新宿追い分けに停留場新設。新宿駅西口を交点とした8の字型の循環経路として、需要喚起を図った。新宿駅東側の経路は、新宿駅南口甲州街道新宿御苑、 新宿御苑前駅新宿通り新宿駅東口新宿大ガード新宿駅西口都庁方面となった日曜祝日の新宿通りの歩行者天国実施時間帯は新宿3丁目新宿駅西口間は御苑大通り靖国通り経由で迂回運行し靖国通りに新宿5丁目停留所が設置されるこのルート変更で歌舞伎町は経由しなくなり 歌舞伎町、新宿三丁目、レインボービレッジ前の二停留所が廃止された。2011年12月1日より、新都心循環線が、新宿ウィーバスに統合され、超夜、ルートとして運行される。従来のウィーバスは、日中ルートとなり、ワシントンホテル、都庁間は、超夜ルート同様に、パークハヤット東京を経由する。これにより、 新宿ウィーバスは2ルート体制となった。この改正の際に、新宿駅西口の停留所が、紀州店の小田急百貨店前に加え、京王百貨店前21番乗り場も追加された。行き先表示器の LED では、西ルート、東ルートの表示が使用された。また新宿通りの歩行者天国で迂回する際は、迂回東ルートの表示が使用された。 2016年1月25日には、大幅なルート改正が行われた。また各ルートに、アルファベット記号が付与された。新宿駅東側を通るルートとして、歌舞伎町、西新宿循環ルートが新設され、新宿ウィーバスの歌舞伎町への乗り入れが復活した。駅東側の経路は、新宿駅西口大梅街道新宿大ガード、安国通り新宿区役所前。 ホテルグレースリー新宿西部新宿駅、新宿駅西口となるが、停留所が新設されたのは、歌舞伎町とホテルグレースリー、新宿のみである。また従来は出入庫は階層としていたが、新たに出入庫便が設定された。駅西側の都庁本庁舎、ハイアットリージェンシー東京東通りから、工学院大学の経路が出入庫のみとなり、本数が大幅に削減され、 朝と夜に各一便のみとなった。2016年4月4日のバスタ新宿開業に伴い、新宿行円ルートがバスタ新宿へ乗り入れ開始。新宿駅南口停留所が新宿南口交通ターミナルへ名称変更した。他のルートについては変更なし。1978年4月10日運行開始。宿40は西三道先回り。 宿30は12社池の下先周りで午後から、終車まで運行を。2004年11月30日をもって廃止された。新都心循環線の専用車両2003年4月1日、中野営業所が S01 系統、新都心循環ワンコインバスとして運行開始。新宿駅西口を奇襲店とし、西新宿一帯の新宿新都心のオフィスやホテルを、 結んで循環する路線。系統番号は新たに S01 が付与された。1978年から A 副町営業所が運行していた宿30、宿40、新宿循環線をルーツとする路線であり、新宿ウィーバスの前身となった。京王バスの一般路線で、うんちに100円均一のワンコイン循環バスとして企画されたもので、 新路線であることと安さをアピールするため分かりやすく100円バスの相性とピンク色のラインカラーが設定された。新宿駅西口のバス乗り場は宿41宿45系統と同一の20番乗り場を使用し新都心循環の経路を表示したピンク色の案内板が設置された。 専用車両として運行開始時より日産ディーゼル UA のフルフラットノンステップバスが使用されていた。車体にはピンク色の専用ラッピングが施され大きく100円バスの文字と経路が書かれていた。稀に専用車両以外が代走することもあった。運行開始当初は新宿三井ビル前や議事堂通り都庁。 第日本庁舎と新宿中央公園の間にある一方通行路などを通る複雑な経路であった。運行開始時のルートは以下の通り。2005年5月14日にルート変更が行われ、甲州街道南通りから12社通り、甲州街道という経路に単純化された。変更後のルートは以下の通り。競合していた新宿パークタワー、 リビングデザインセンターオゾン無料シャトルバス当時は、英福町営業所が、受託運行していた。終日10分間隔で運行されていた。運賃の支払いは現金、または、専用回数券のみで、定期券は設定されておらず、バス共通カードは利用できなかった。2007年3月18日の、パスモサービス開始後も、専用車両には、 IC カードリーダーが搭載されず、パスもスイカは利用できなかった。しかし、西新宿方面へは、同じく、京王バス東が運行受託する、新宿パークタワーシャトルバスも運行されているため、一便、あたりの乗客は、多いとは言えなかった。ただし、朝は、新宿駅西口パークハイアット東京前、夕方は、西三道新宿駅間で混雑する便もあった。 2009年9月27日に新宿ウィーバスが開業し、2011年12月1日より新都心、循環線もウィーバスに統合され、新都心循環線は廃止された。2009年9月27日の新宿ウィーバス、開業時には、日野、レインボー2を種車に、KO グループの東京特殊車体にて、中扉以降の車体後部にサンルーフを設置するなど、 改造を施した専用の中型車が4台配属されている。運転席の後ろには展示スペースがあり、飾り付けができるようになっている。2014年の慶応クリスマスバスに、ウィーバス専用車の A2924 号車が使用された際は、このスペースにもクリスマス装飾が施された。歌舞伎町ルートが停車する、ホテルグレースリー新宿が入居する。 新宿東宝ビルがゴジラ像をランドマークとし、同ホテルがゴジラルームを目玉としていることから、新宿ウィーバスではゴジラとのコラボレーションを開始。東宝の特撮映画、新ゴジラ公開に合わせて、2016年7月29日から新宿ウィーバス専用車両の1台をゴジラバスとしてゴジラのラッピング装飾を施し、主に歌舞伎町ルートで運行している。 これに伴い、歌舞伎町ルートの行き先表示器の LED 表に、アイコンとして、ゴジラのシルエットが追加されている。2017年3月21日には、映画の DVDBD 発売に合わせ、ゴジラバスをリニューアル、座席も、ゴジラなどを印刷した赤いシートモケットに貼り替えた。ありがとうございます。